まりましたミュージックスパイス。こんばんは、松岡拓也です。この番組先週始まったばっかりなのでまだまだ緊張してますが、今日もテンション上げて頑張っていきます。先週やってみて、先週やってみてまずスタッフさんに訛りが沖縄っぽいって言われたんですよ。で、いや俺めっちゃ関西人やのにえっと思って、あんまりそんなに言われないですけど、なんか久しぶりになんか沖縄っぽいって言われて、もしかするとあのサーターアンダギーでやってる時にあの山田慎太郎さんの訛りが映ったのかなとか思いつつ、でも俺は関西人なんで関西弁をこのラジオでグイグイ押していこうと思ってます。普段はね結構関西弁で喋ってるので、このラジオでもこの素が出せるように関西弁を使ってバンバン喋っていきたいと思います。はい、あのですね普段はね本当におしゃべりな方なんで、だけど一人で喋るのがあんま一人で喋ることってないじゃないですか、ないじゃないですか、普通ないじゃないですか。だからこのラジオでね一人で喋ってると家帰ってもなんか一人で喋ってしまいそうな感じがするというか、でもねそんな感じで今日もぶっ飛ばしていきます。みんな起きてるかな、聞いてる、メールいっぱい待ってるよ、いつでも。はいうわーどうしよう、えこんな感じでいいのかな。まあそんな感じで1曲目この曲からスタートしたいと思います。アミアヤでマジックカラー。
月も2週目に入りましたけども、皆さん新生活に慣れてきましたかね。はい、俺もね、歌とかね、ラジオとかいろんなことに日々挑戦中なんですけども、先月は舞台にも出演させていただきました。絶対彼氏という舞台なんですけど、これは原作が漫画があって、漫画がまずドラマになったんですよ。相武咲さんと早見もこみちさんと水嶋ひろさんが3人主役ので、それの舞台バージョンがあって、早見もこみちさんの役が青木つねどりさんという手に身の方 でもう一人 その水嶋ひろさんの役が僕やってたんですよ。だからほぼ主役なんですけど、でその相武咲さんがやってた役を新垣梨沙さんがやって、元モーニング娘。ので、そんな感じの、初めはどうなるかなと思った舞台なんですけどね、でも本当に仲良くなって、みんなそれぞれが20人ぐらい出てるのかな。で今日も実はこの後ご飯食べに行きます。まあ詰めなんですけどね。でそのご飯食べに行ったりとか、終わってからもずっと連絡してるんですね、皆さんと。グループがあるんですよ、 LINE であるじゃないですか、流行ってる LINE のグループがあって、20人ぐらいでもうキャスト全員でやってるグループが一つあって、そこで何日にお花見しようとか、今日ご飯来れる人みたいな、もう常にみんなそれぞれがなんかその連絡取り合って会う機会を作ってくれているというか、まあ、僕もお花見をね、俺が言ってお花見やろうぜみたいになって、じゃあお前幹事やれよって先輩から言われて、オッケーやりますみたいな感じで、で何日何日空いてる人っていちいち聞いてって、やっと決まって、このオンエア上では終わってるんですけど、まあやって楽しかったことでしょう。そんな感じで来てくださった方も本当にたくさんいて、本当にありがとうございます。ここでメールが届いてるので、メールを紹介します。ラジオネームビレンカリサオさんからです。タクオラジオおめでとう。掃除料理全部できる、勉強できる、賢い、 なんだかんだモテてるみたいな、そんな役のクールな、ね、男の役やったんですけど、いやまあまあ最初の稽古はね、もうダメ出しされまくりで、その稽古中にで俺もうあかんわ、役者向いてねえんちゃうかって一瞬思ったんですけども、やっぱ自分なりに僕はちょっとやっぱり悔しかったので、家とかでずっと録音して聞いたりとか、台本何回も読み返したりとかして、あと友達に、役者の友達に聞いてもらったり、セリフを聞いてもらって覚えるのも含め、その台本渡して他の人の役のやってもらって、ここどういうまで行くかとか、そういうのでめっちゃ頑張って、本番終わった後に、その全部千秋楽が終わった後に、演出家さんからお前が一番成長したよって言われたんですよ。これはマジで嬉しかったです。そのやっぱもともと多分みんなできる役者の方だったんですよ。僕ができなかっただけかなと思ったんですけど、本当に成長したよって言われて、そのスタッフもみんな含め成長の振り幅が大きかったというか、そのだからお前はやめるな、役者はやれって言われて、僕だからその役者はもう いいかもしれないですみたいなこと言ったんですよ。演出家の前で、でそれで、でもお前は絶対才能あるからやりなさい、俺の舞台また出ろとか言われて、そんな感じのね、本当に難しかったんですけど、本当にこの今回のその絶対彼氏で素敵な仲間も増え、その演出家さんからもお前が一番成長した、20人もいたんですよキャスト、その中で一番成長したって言ってくれたことが本当に嬉しくて、俺はだからちょっと調子に乗ってますよね今。いやだって自信なかった、演技に自信なかった僕がそう言われたってことは、やっぱちょっとは頑張ったのかなって、自分のことをねやっぱ褒めてあげるというか、やっぱその嬉しかった時の気持ちを忘れずに、これからもそのね役者やることがあれば、そのなんかそのことを思い出して、なんかまたもう一段階上に、もう2段階もう3段階上にね、やっぱ成長していけるようにね、今後もね頑張っていきたいなと思います。はい、キャストの人たちとの思い出、その思い出といえば、楽屋ですごく仲良くなった、まあみんな仲いいんですけど、特に仲良くなった18
8歳の男の子がいるんですよ。本当に弟みたいにめっちゃ可愛がってて、僕がもうご飯行くぞみたいな、ご飯連れてったらよみたいな、本当にそういう弟みたいな後輩が初めて でその後輩と終わらないしりとりっていうのを流行ってて、例えばご飯んどんなぎみたいな、ギンギラギンみたいな、んがついても続くみたいなしりとりを一生やってたっていうのをが思い出かな。でもそれに先輩も乗っかってきて、お前らほんまアホやなみたいな感じで、お前らみたいな弟だったらほんま毎日うるさいやろなみたいな、なんかそう本当に優しくて、みんなそんな仲のいいキャストの皆さんとできた舞台でした。伝わったかな。それではここで1曲お送りいたします。松岡拓也で時